先週青森県から八雲町に届いたのはおよそ1100匹のトラウトサーモンの稚魚です。そのうちの300匹を噴火湾の漁師が育てることになります。ホタテだけじゃなくこういうのもありますよみたいな、俺うまくいったらすげえことだなっていう、やっぱりですね、夢はあるのかな。ホタテの大量死で苦しむ噴火湾の漁師たち、再起を図り海面養殖事業の成功を目指します。淡水で育てられた稚魚をおよそ12時間かけて海水に慣らした後、放流された稚魚は生けすを元気に泳ぎ回りました。道内で進む鮭類の海面養殖、まずは採卵した卵を孵化させ、ある程度の大きさまで生育させます。通常の放流事業ではそのまま川に放流し、数年後に川に戻ってくるのを待ちますが、海面養殖では海に設置した生けすで育て、大きく成長した魚を水揚げします。秋鮭の記録的な不漁に苦しむ道東の根室市でも、今年紅鮭の海面養殖試験を行いました。中には目標を上回る 1.3 メートルまで生育した魚もいて、事業化にある程度のめどが立ちました。トラウトサーモンの海面養殖は淡水での養殖に比べ早く大きく成長するとみられ、期待が高まっています。いろんな場所でそういう同じような養殖が起きることはすごいいいことだなと思います。皆さんの活気がこれより僕らも応援しないとなとさせる、そういう思いにさせる活気があったんで、いや素晴らしいなと思います。町はトラウトサーモンの養殖を事業化できるかを3年後に判断することにしています。